全菜園の緑肥ミックスは何のためにやってるかというとですね、通常通路ってガチガチになりやすいんですね。ですので雨が降ると水たまりができやすい。そうなると水たまりができるってことは根腐れを起こしている、もしくはカチカチで根っこが張れない場所なんですね。ところがもしさらに根っこが張ることができる通路がふかふかだったらどう思いますか？もしくは畑に虫さんが飛んできた時に、例えばアブラムシが飛んできます。そして畑に行くのとアブラムシが飛んできます。そうすると緑肥ミックスにアブラムシを見つけたテントウムシが来ます。そうするとテントウムシさんと一緒に畑にアブラムシが行くって形になるので、実はこの緑肥ミックス、別名畑のオアシスっていう形でですね、ここは踏まないし、たまに草を刈ってあげる程度なので常に緑がありますね。ですのでここで害虫さんを食べてくれる、つまり益虫さんが生きていたり、もしくは通路の両脇に草が生えているので、ここの通路は表面は確かに硬いかもしれませんけども、この稲科の緑肥によって耕されて、そしてこの豆科の緑肥によって窒素を固定されて、また稲科がよく育つっていう形で好循環で畑のオアシスが育ってくれるような形ですね。